皆さんおはようございます。ここは今ね、宮城県の女川町というところにねいるんですけど、見てくださいよ、これ目の前にあるのはこれ女川港というところでね、もう海が見えるっていうことで、はい、天気もいいしロケーションも最高で、漁船かな、なんかいっぱい泊まってます。で、今回なんですけれども、石巻線に乗ってきたということでやっていこうかなと思ってます。石巻線は小田からこの女川までを結んでる路線なんですけどね、はい、今回そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この女川町ってところで、ね、初めて来たんですけれども、全体的に見渡すとねこんな感じになってるんですよ。はい、めちゃくちゃ農家なところでね、東北自体もね結構久々に来たんで結構テンション上がってるんですよね。いや、この海の景色がめちゃくちゃ綺麗です。そしたらね、早速、駅の方へね向かっていきたいと思います。結構ね港町っぽい感じするんですけど、一応観光地らしさもあるんですよね。ここにあの道の駅女川っていうね、こういうのがあるんですよ。で、向こうの方にもファミマがあるし、こんな感じで、ね、雰囲気がもうなんか観光地っぽい感じするんですよね。いや、この雰囲気結構好きです。船のスクリューかな、現物やと思うんですけど、めちゃくちゃでかいね、こうやって見たら。なんかね、いろいろあるんですよ。あそこ、服屋とか、さっき花屋もあったし、商店街っぽい感じなんかな、なんかいろいろあります。はい、というわけで着きましたね。ここが JR の女川駅ってことで、この隣に、あのなんかロータリーがあってね、そこにあのタクシーとかがね、止まってるんですけれども、こんな感じになってます、全体的に。で、なんかあそこに女川温泉ゆぽっぽって書いてあるんですけど、なんか温泉がなんかねあるみたいなんですよね。ここに足湯ってあるけど、まあ、何も入ってないですね。なんかちょっと入ってるけど、なんかこれは入ってるって言わないですよね。女川駅のホームにねやってきました。これなんかね、駐車場となんか普通につながってるんですよね。なんか歩いていけるっていうみたいな感じで、女川駅はね、一面一線のね、東端式のホームになってます。そこにね、待合室があるんですよ。わね、あ、これね、今 JR 東日本が言ってるやつね、鉄道開業150周年ってことで、かなり盛り上がってますよね、今。待合室の中こんな感じです。まあ、ホームも結構綺麗なんですよね。これね、ウェルカムトゥ女川タウンってね、歓迎ようこそ女川町へってことで、これすごい、女川町推しがすごい。女川で暮らすとこんなにお得とかね、はい、こんな宣伝がされてます。めちゃくちゃ、まあ、この駅から出てる列車は石巻線、東仙石、東北ラインですね。駅の雰囲気もね、なかなか面白くて、向こう側はね、あの、女川港があって、港がね、すぐ海があるんですけど、この反対側はね、もう完全に山ってことでね、そうなんですよ。あそこも面白いですよね。あんな山のとこになんか、マンションがあるっていう。なかなか面白い雰囲気です。10時7分発の普通小田行き、これに乗っていきます。で、車両が JR 東日本のキハ110型機動車ってことでね、 JR 東日本のローカル線区間でおなじみの車両です。僕は1両編成なんですね。
短いんですけども、早速乗っていきたいと思います。車内こんな感じでボックス席になってます。こうやって、ね、カーテンもついてるし、これエアコンもついてないですけどね、これなんか路線バスみたいな、はい、ついてます。列車ね、前谷地駅に着きました。向かい側に停まってます。あれ、気仙沼線の列車ですね。あれもキハ110系気動車ですね。
いというわけですね、終点の皇后大義に着きました。皇后大義には初めて来たんですけど、めちゃくちゃ大きいんですよ。向こう側る一線があって、あと陸東線と東北本線にも、ね、乗り換えることができます。ここが皇后大義ってことで初めて来たんですけどね、こんな感じでめちゃくちゃ大きいですよ。あそこにね、イースト ID って、あれなんか検査の車両かな、なんか結構珍しい車両とかなんかいろいろ止まってるんですよね、ここ。これはすごい、この線路の数がすごいですよね、小田駅。はい、こんな感じです。そしたら駅の外の方ね、出ていきたいと思います。駅のね、外に出ようとしたらね、なんか偶然にもすごい列車やってきましたね。あのレールとか運搬する車両ですよね、これ。あの後ろのとこになんかレールいっぱい積んであるでしょ。こうやってね、駅に入線してくるの初めて見ましたね。いや、すごい。しかも地味に機動車っていうね、これこれかなりレアやと思いますよ。そしたらですね、皇后大義のね、外にやってきました。駅前ね、こんな感じになってます。はい、ロータリーがあります。タクシーとバスがね、向こうに止まってますけど。じゃあ今回ね、石巻線乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。自分もね、今回初めて乗ったんですけれどもね、ザ・ローカル線っていう感じで、まあ田園風景も良かったし、単線非電化ってことでね、ローカル線気分を、まあ、満喫することがね、できて良かったと思います。皆さんも機会があればぜひね、乗ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。